片岡です、今日はですね、胃腸を作ってみようと思います。胃腸3回目ぐらいになるかと思うんですけれども、集大成というかですね、シンプルイズベストの胃腸を作ってみたいと思います。配合なし、編集なしで今日はお届けしようと思います。ではですね、ちょっと手元はちょっと下に下げないと映らないと思うんですけれども、いいのかな。はい、黄色ねりきりを棒状にしますね。はい、そして、黄緑ねりきりも同じ長さにして叩いて、黄色から乾いちゃってる。はい、黄色から、黄緑にかけてですね、ちょっとこう撫でつけますね。そして裏返してパン粉を包みますね。パン粉はゆずあんになってますけれども、何あんでもいいですよね。黄色とか黄緑を使うとゆずあんを作りたくなります。使いたくなりますね。なぜでしょうか。はい、そしてこんな感じでちょっとボケたらですね、平板に当てますね、綺麗な面を左板に当てて揉み上げますね。はい、そして黄緑のここを掴んでひょっと上げて、三角ベラで中心に筋を入れて、そして針で線を入れてですね、はい、これで、胃腸の完成ですね。こんな感じになります。はい、これで胃腸の完成です。ありがとうございました。